始めていきます漫画 RTA 今回は、えー、手塚治虫の「ユニコ」の「ユニコ」と「悪魔くん」を描いていこうかなって思うんですけれども、えー、ユニコという作品ご存知でしょうか、まあ、手塚治虫先生、うんまあ、有名な作品いっぱいあると思うんですけれどもユニコって、まあ、なんかキャラクターとして知っててもお話は知らないっていう人結構いるんじゃないかなって思いますけれども、まあ、ものすごいざっくり話すと。 なんかそのユニコーンのユニコなんですけれどもこのユニコっていうのがあのビーナスっていう女神様になんかちょっと目の敵にされててでそのユニコっていうのがビーナスの家来みたいな,なんか西風の妖精みたいなゼフィルスっていう妖精にそのビーナスの命令でもう時間の果てみたいな時空の果てなんかよくわかんないところに。 追放されるんですよねでそこで、まあ、ユニコはちょっとひたむきにけなげに頑張るんですけどなんか最初いじめられたりとかしてでもなんかひたむきに頑張ってでユニコのことをなんか可愛がってくれたりとかまあなんかその友達になってくれる人が見つかってでユニコっていうのはユニコーンでなんかそういう人たちになんか愛してもらうというか、まあ、愛してもらうと魔法を使えるようになってでそういう人たちを幸せにしてでハッピーエンドになるかと思いきや また最後に西風の妖精ゼフィルスが出てきてユニコがなんかその人を幸せにしてなんかハッピーエンドになるとどっからともなくその精霊が現れてユニコをさらい出してまたユニコの記憶を消して違う時空の違う世界へと連れ去ってしまうみたいなだからなんか毎回毎回ユニコはなんか記憶がリセットされてもう訳もわかんない場所にいきなり放置されるところから始まってで人を幸せにして。 でまた次の世界へっていう短編がまあ何個かあるっていうのがユニコなんですけれどもやっぱ漫画的にすごいなって思うのはまあ基本40ページぐらいの短編なんですけれどもまあ登場人物めっちゃ多いんですよね多分読み切りとか短編のセオリーって登場人物3人ぐらいまでにしてもうなんか多すぎるともう見る側がもうごちゃごちゃしてて覚えらんないし飽きちゃうからまあ極限まで絞るっていうような。 感じだと思うんですけれども,もう手塚治虫先生の短編はもう登場人物も多いしめちゃめちゃちゃんとその少ないページの中でで結をやるんですよねだから短編なのに本当映画一作見たぐらいの情報量とかカロリーっていうのがあってなんかイメージ的にはもうずっとオーケストラが BGM で鳴ってるみたいなそういうような感じなんですよね。 で今書いてるのは「悪魔くん」っていう、まあ、そのユニコンの中の最後のエピソードなんですけれどもこ,こ,この話僕一番好きでこのユニコンの短編の中で一番異,異彩を放ってる異質な感じなんですよね。っていうのは大体登場人物今まで多かったんですけれども今回まあ悪魔くんしか出てこないんですよ。だから BGM 今までオーケストラガンガンなってたのにこの悪魔くんの話になったらもう急にずーっと無音の BGM ない映画になったみたいなそういうちょっと寂しいレベルとかも他の作品よりもなんか群を抜いて寂しくていやで僕がこれをこの話まあそういうなんかちょっと変わってるから好きっていうのもあるんですけれども、まあ、この話がなんか本当に、まあ、手塚治虫ってド S だなっていう。 もうどこまでどこまでユニコになんかひどいことできるんだっていう。まあすごい残酷な感じがするんですよね。まあ、普通に読んでたら、まあ、なんとなくハッピーエンドな感じはしますよ。まあ、むしろ今までで一番ユニコに救いはあるような気はするんですけれども、もっていうのはあのまあ、ここのこの話で終わっちゃうんですけれども。今まではそのユニコをもう毎回毎回。その。 どっか違う世界へ送ってたんですけれども今回はこの悪魔くんの世界からは多分まあもうちょっとなんかマシな世界というかもしかしたら元の世界に西の妖精が戻してくれたんじゃないかなっていうニュアンスのセリフで終わるんですよねだからもしかしたらユニコは最終的にちょっと最後に救いがあったのかなっていう少し期待を持たせるようなだからまあ額面通り読み取ったらちょっとハッピーエンドっぽい終わり方をするんですけれども。 でも僕が何でこの話が一番残酷だなって思ったかというといやユニコってユニコって表面的にはハッピーエンドなんですけれどもこれ実は、まあ、僕,が僕がこう読み取ったっていう話なんですけれどもこれ手塚治虫からのメッセージで、読者諸君この読んでいる少年少女の読者諸君君たちはユニコみたいになるなって。 っていうメッセージだと思うんですよねこんな公式発言はありませんよ僕が勝手に言ってるだけなんですけれども君たちはユニコみたいになるなっていう風うなそういうことだと思うんですよねユニコの性格っていうのがもうものすごい献身的でけなげなんですよで、人のために何かしてあげたいっていう人で <laughs> 人というかユニコーンでそれでそ,そのユニコがあのー 毎回毎回本当に結構すごいいいことをしてあげるんですよなのに割とそのユニコがしてあげたことに対しての見返りって作中で全然描かれないんですよねでも何な,なら、まあ、ユニコっていうのはユニコ側はなんかそのパートナーみたいな親友みたいな人を毎回見つけるんですけれどもでも相手にとってはいっつもユニコって親友じゃないんですよこれなんですよ手塚治虫の残酷性っていうのは まあユ,ユニコを優等生に書きすぎたみたいなことは手塚治虫先生も言ってたと思うんですけれどもこのユニコっていうのは本当に何の弱点もない主人公なんですよね正確に何の弱点もなくてもう根っからの善で本当にまあみんなからいいやつだなって思われるようなかわ,かわいらしくてけなげで一生懸命で努力家でいい子だなっていうただそれじゃあ誰かの一番になれないよっていう話なんですよね。し そういう人が誰かのために頑張っても実は思った以上に見返りはないっていう結構あるあるじゃないですかこれって誰も口にはしないけれどもやっぱなんか手塚治虫本人はも,うものすごいチャランポランというか、まあ、人として少し終わってるエピソードはいっぱいあるじゃないですかもうどんだけ人を俳人に追い込んだのかっていうような、まあ、虫,ロ虫プロでのなんかリテイク事件とかもありますし。 まあその後輩自分を尊敬してる漫画家に対しても結構むちゃくちゃなこと言ってそれで後で反省してなんか泣きながら謝ったりとかまあ自信過剰ゆえに何か割と結構ビッグマウスを言ったりみたいなでも手治虫さんは多分それでいいんだって思ってるんですよ自分は。っていうのは本当に優等生でもう誰かのために尽くして迫害主義者みたいな人っていうのは意外とそんだけ身を粉にしても。 全然見返りはなくて自分みたいに分かりやすい弱点があって傍若婦人になんかもう振る舞ってるような人の方がカリスマ性があって愛されるっていうことはもう絶対分かってると思うんですよね自分で自分のその性格っていうのをだからユニコみたいな人にはなるなよっていうユニコみたいな人はもう一番一番傷つくだけだよっていう。 だからこそユニコには割と徹底して救いがないんですけれども唯一この悪魔くんのエピソードっていうのはもう登場人物か何分ユニコと悪魔くんしかいないんでユニコは人生で唯一誰かの親友になれそうだったんですよ。悪魔くんににととっっっててののの一番のの一番番人間いううユニコーンになれそうだったところをゼフィルスが かっっっさらってってせっかく親友ができるチャンスだったのにあなたを元の場所に戻してあげましょうみたいな気の聞いたようなことを言ったふりして何、まあ、な,ならユニコにもかわいそうだし悪魔くんにもかわいそうですからねいや悪魔くんも連れてけよって多分読んでる読者みんな突っ込んだと思うんですけどなんでユニコだけ連れてって悪魔くんはもうまた一りぼっちに戻っちゃってしかも今まではずっと一人だったからまだマシだったけどユニコっていう友達を。 友達との面白大切さというかなんかその友達がいることのうれしさっていうのを知った上でユニコを取り上げてますからねもうユニコにとっても悪魔くんにとってもめちゃめちゃ残酷な終わり方をしてたっていうまあそれはちょっと僕が感情移入しすぎなのかもしれませんけれども、まあ、とにかくユニコっていうのは、まあ、実はそういうそういうい考察もできるんじゃないかなみたいなことを深読みしつつ今日はおしまいにしたいと思いますお疲れ様でした。